岡山大学では11の学部と専攻科、大学院を合わせて3150人が卒業し、牧野博文学長が代表者に学位を授与しました。式は密を避けるため午前と午後に分けて行われましたが、今年は保護者の参加が可能となり、卒業生の晴れ姿を2階席から見守っていました。式の後、卒業生たちは記念写真を撮るなどして卒業を祝っていました。こんな大勢の人の中で卒業式迎えられて、なんかびっくりというか、なんかやっと戻ってきたんだな、日常がっていう感じがします。教員になりますので、すごい不安なんですけど、一生懸命頑張っていきたいなと思います。病院実習とかがコロナの中でやらせていただいたんですけども、やっぱりそういうなんか臨床の場で勉強になることを学ばせていただいたなと思ってます。とても頑張っていたと思います。はい、長らくコロナ禍で苦しめられて、結構制限されることが多くて大変だった時間も多かったんですけど、今こうして卒業する喜びをみんなと共有できて、すごい嬉しい気持ちでいっぱいです。春から公務員になるので、こう岡山県に貢献できるような社会人になりたいです。患者さんの命に関わるお仕事なので、しっかり勉強して早く一人前になれるように勉強を頑張っていきたいと思います。コロナ禍にも負けず学び続けた卒業生たち、今日から新たなステージへ力強く歩み出します。